れこんな簡単じゃなかったよ、昔。右右左いや、こんな簡単じゃなかったよ。穴を狙え。終わっちった。どれにしようか。なんかこれ俺苦手だったんだよな。トドロキいいや。よっしゃ、行くぜ。あ、ひどいよ。1ゲーム目から押し順ミス。何が起こった。あー、ゲーム数が近いかもよ。ああ、ダメだろ。ダメ。止まってんだけど。どうなりました？あ、ボーナスがあった。俺まだレースの途中で固まったと思っちゃった。ごめんなさい、なんかね、簡単です、非常に。マジでまくれんじゃねえこれ。あるよ、まくりが見えてきてますからね。あら、あるんだ。40ゲームとかあるんだ。こんなに簡単だったことないよ、多分。これを体験したらそれは楽しい。なるほどなるほど。お、赤い。
流れ的には止まるよね今のね。完全に行ったなって思ってたけど。ダメだ。こんな簡単なの初めてなんだけど。あれ柵じゃないんだ。最後ハマってやめてもプラスで終わるわ。なんか当たんなそうだな。ああ、ダメだ。ダメでした。怖いね。外線取った方がいいよ、ゼダマ。はい、十分でしたね。よかった、よかった。で、お客さんも言ってましたけど、俺が外線やめようとした時にこう、まあ、お客さんが群がるとかそういうのももちろんなんですけど、今日は多分凱旋が前六、前代四五郎っすよみたいな感じのことをお客さんが言ってるんですが、これが素晴らしいなと思って、イベントが一時期ね禁止っていう風になってみんなこうパッタリやめましたけども、ブログにも僕何度も書いたんですが、それは告知をするのが禁止であって高設定を入れちゃいかんということじゃないんだよっていうね。だからちゃんと入れてればお客さんはずっとそのままの流れでついてくるんじゃないですかねっていうのを昔書いたことがあったんですが、もうまさにそれをなんかこう実現してくれてるというか、
あ、やっぱこうちゃんと使ってる店はお客さんがもうちゃんと反応するんだなみたいなのがありありと見て取れたのが非常に嬉しく、思いました。番長でまぐれたのは本当に運だけだったと思いますけども、もっと嬉しかったな、俺が辞めた凱旋が全然出てないのいや、あのいい台なのは間違いないと思うんだけど出てないのよ。な、俺なんかすげえなと思って、そのこれほらいつもと挙動が違うけどやっぱこれずっと言っても出る台じゃないですねみたいな、その長年の勘っていうのね、あの伊達に長く打ってねえなっていうのはちょっと嬉しかったはい。で、もう万事めでたしということでね、本当に非常にいい実践だったと思います。化け物みたいなお店でございました。本当にお見それいたしました。ありがとうございました。